別宮大山住神社は、愛媛県今治市にある神社。伊予国一の宮の大山住神社の別宮。旧社格は、県社。新四国万太郎令状40番札所。鳥居今治市中心部、国道317号に面して鎮座する。本宮である、瀬戸内海の大三島に鎮座する、日本総鎮守、大山住神社の別宮である。王子には、 本宮と並ぶほどの異様を誇っていたと伝えられている。戦国時代造営の拝殿は、愛媛県の有形文化財に指定されている。天正の陛下による、再開校は、四国八十八箇所の札所である当社の別当寺として、南工房が農協を担当し、その時の農協帳には、日本総鎮守第三席大明神別当南工房、と書かれていた。しかし、明治初年に、 神仏分離で、南工房と別れ札書も移ったが、現在でも境内は隣接しており、当社と南工房の両所参りは習わしである。拝殿本殿社殿によれば、大宝3年、落ちた牧吉が、文武天皇の直命により、大三島から祭人を、落ち軍日吉里に誕生し、本宮である第三石神社の別宮としたのに始まる。和道5年に社殿が完成した。 本宮は、大宝元年に着工し社殿が完成し、仙座の儀が行われたのは、養老三年であるので、当社の方が早いとも言える。そして以後、本宮の社家、大法理への分家の別宮氏が新職を務めた。正治年間、本宮の二十四あった僧坊のうちの八坊が、大見島から別宮に移され、別当時、大積山光明寺の達中とされた。そして、 公認年間空海が殉職の時当社に参拝志望で崩落を挙げたとされることから、その後、四国八十八箇所が成立した時八十八の札所の一つと定められ、農協は別当の光明寺でされていた。本式の変路は海を渡って、大三島の本宮にも参拝し別当の神宮寺でも農協することなので、その時の江戸時代の農協町には、 日本総鎮珠三島本宮別島神宮寺と書かれていて、追加での参拝の形になるので、札書番号は書かれていない。天文20年、落雷で社殿が炎上し、天正3年に、来島道房により再建された。僧坊八坊は、天正年間に、長我部氏の軍勢により焼き払われ、後に、南光坊の実が再建され当社の別当寺となり、 当社に参拝しのお経は、南工房でするようになった。近世は、東道高虎をはじめとして、歴代今治藩主の保護を受けた。明治初年の神仏分離で当社の本殿に、法案されていた、本時代通、友勝如来及びには記事と十六王子と札所が、南工房へ移され、別当関係は解消された。また、本宮と同様に社名が、別宮第三石神社から、 別宮大山済神社に変更された。昭和12年、社殿新築される。その時拝殿はよそに移され絵馬堂として使用された。昭和20年、今治市街地は、米軍の空襲を受けて、当社の本殿を残しほとんどが消失したが、絵馬堂となりよそに移されていた元拝殿も消失を免れた。そして、再建時、元拝殿を、 元の位置に戻し再び配電となる。本電所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。